蝶一士官は、朝鮮の独立運動家。1908年に、多王運と共に、元中日アメリカ外交官で、大韓帝国の外交顧問、ダーハム・ダブー・スティーブンスを殺害したことで知られている。蝶一士官は、朝鮮のキリスト教徒であり、1905年2月に、朝鮮からハワイへ移住。1906年8月に、ハワイからアメリカ合衆国本土へ移住した。 彼は、アメリカ本土に住んでいる間、朝鮮独立運動に関わるようになり、大同歩国会に所属していた。1908年3月、スティーブンスの日本による韓国支配についての発言に大同歩国会は、激怒し、共立協会と共同で会議を開いた。なお、共立協会は地元にあった、別の韓国系人の団体であり、多名運が所属していた。 同じ団体に所属していた、ヤンジューンは後に1974年のインタビューで、長筆都市官は、多妙運とは対照的に会議の間一言も話さなかったと思い起こした。彼は、物静かで、内気なクリスチャンの真摯と評判だった。だが、彼は、アジア人の住所優を阻止する法律の抜け道を利用し、ルームメイトから銃を購入した。 1908年3月23日、超一時間と、タミオウンは、サンフランシスコで、乗船準備をしていたスティーブンスに接近した。スティーブンスはフェリーで、オークランドへ行き、そこで電車に乗り換えて、ワシントン DC へ行く予定だった。タミオウンは最初、回転式拳銃で、スティーブンスを撃ったが失敗し、突撃して、銃をドンキ代わりにして、スティーブンスの顔を殴った。 蝶はそこで格闘している二人に向けて突発的に発砲し、スティーブンスに背中から二発当たった。混乱の中で多妙運も撃たれた。集まった群衆はその場で二人を死刑にすべきだと主張した。蝶人と官は殺人罪で逮捕され、保釈なしで留置された。その一方で、 タミオウンは治療のため病院に送られた。二日後の3月25日、スティーブンスの死の知らせを聞いたとき、彼は明らかに喜んでいた。長飛都市官とタミオウンが互いに共謀したと証明するには、証拠が不十分だったので、タミオウンは6月に放免され、長飛都市官は単独犯の被告として法廷に立たされた。韓国系団体は、 彼の弁護人として三人の弁護士を雇い、そのうちの一人、ネイサン・コフランは、最終的にこの件をプロボノとする、すなわち無償弁護することに同意した。裁判で、コフランは、アルトル・ショーペンハウアーのパトリオティック・インサニティの理論を用いて、心身喪失により、無罪だと主張する計画を立てた。長期都間の裁判は、本来、7月27日に、 サンフランシスコの上級裁判所で始まる予定だった。だが、裁判当日、裁判長のキャロル・クックは、判事室で、コフラン並びに、韓国系団体の数人と会談し、その結果裁判は1ヶ月遅れた。同年12月23日、陪審員は、長人都官を、第二級暴殺の罪で有罪とした。長人都官自身は、刑務所に収監されるよりも、 死刑を望むと通訳を通じて主張したが、サンクエンティン州立刑務所で、懲役25年に処された。収容中、彼は、大道日報に、怨恨が骨髄に染み込むと、法に背くことでも躊躇なく、行うものだ。国家の公的や盗賊への対応に広報が入り込む、余地はないと事件の動機を述べた。1919年、彼はわずか10年在所しただけで釈放された。 裁判で被告側は被害者らが1905年第二次日韓協約の際に告示を横断したと主張した。1909年に韓国内外の韓国人から張飛都市間、多名運に義援金が送られている。1927年に朝鮮に帰国した。帰国後は朝鮮の独立運動家である双番職の結婚式に参列した。また、 平安北道の千川郡で児童養護施設を設立した。だが、朝鮮総督府の圧力の下、彼はアメリカに戻った。1930年にサンフランシスコで自殺し、現地で埋葬された。死後の1962年、大韓民国の大韓民国国家法君どころより、建国勲章を授与された。1975年、当時の韓国の大統領だった。 北世紀は、独立運動家や歴代大統領が埋葬されている、国立ソウルは北大に、超一士官を改装するよう命じた。ありがとうございます。